カリアです。これから、初めてヤマハなんじゃないんですが、初めてのがヤマハでなんです。前から幼児科の途中から個人とグループだったんですけど、グループが無くなったので、もう一回グループがあります。それはジュニア専門コース、初めてです。どんなお友達ができるかは知りません。さあ行ってみましょう。レッツゴー。